やあ、せつなきゅうすけだよ。こがしめぐるアイナを続きからやっていくぞ。次どれ？これか、自主練習。そうか、二人で練習して数日後っていう中途半端なところで終わったんじゃ。その数日後のどこから始まるところで始まった。この日も俺たちは放課後立ち稽古をしていた。だいぶ慣れてきたみたいじゃない？うん、おかげさまでね。でもセリフは全部覚えたんだけど、やっぱりまだしきちゃんになりきれてないよ。しきちゃんっていうキャラクターエンジョンやな。それは俺も一緒だよ。不良みたいな人格者じゃないしね。俺たちはそれぞれの役名を口に出し、芝居の難しさを改めて感じる。覚えれば覚えるほどキャストの奥深さが壁に感じていくような気がしていた。やっぱりセリカにアドバイスもらいたいよね。確かにな。そのセリカちゃん全然練習こんようにやったんかな。今のセリカは最低限の進行しかしてくれないもんね。あれから断るごとに常がセリカに突撃しては砕ける様子を見てきた。もうあしらわれとんやな。綺麗に常があしらわれとる姿を何度も見てきたんやな。惨劇用な惨劇用。察するに特に進展をなさそうに感じている。ねえ春人、どうしたらセリカと仲直りできるかな。それは簡単だよ。チョコの詰め合わせとか渡せばいいやん。これで機嫌直してくださいセリカ姉様みたいな感じで渡せばいいやん。がむしゃらに頑張るだけじゃダメなんだよね。そうみたいだね。でもセリカは俺たちのことをちゃんと見てるよ。俺たちが練習を始めようとすると、帰り際のセリカは一瞬もう言いたげな視線を送ってくる。多分それさ、お前らイチャついてんじゃねえぞみたいな感じで言うんだと思うよ。多分この二人でおるところさ、意外とセリカちゃんは嫉妬してるかもしれん。それは否定的な視線なのかもしれないけれど、気にしてくれていることは確かだ。うん、春人襲っちゃえっていうコメントがあるからね。俺が春人くんだったら一瞬にして押し倒す。で、まあ言葉にできないようなことを、言葉にしちゃいけないようなことをやるね。だから今はマナカのできることをしっかりやりきることしかできないんじゃないかな。セリカを見返すつもりでさ。そうだよね。そうだよ、逆境をバネにしろ。このすれ違った親友に見返してやるのだよ。ありがとう。会う人には励まされてばっかだね。そうかな。そうだよ。セリカにも愛想を尽かされちゃってるのに。ねえ、どうして春人は私のことを支えてくれるの？決まってるだろ、君のことが大好きだからだよ。え、不思議な問いだった。俺何かおかしいことしてるのかな。だって私失敗ばっかりでセリカの言うことも聞かなくて、みんなに迷惑もかけてるし最低だなって思うもん。マナカちゃん、それで最低だったらどんだけ日本は優しい人間たちで溢れかえてるだろう。戦争とか紛争とか争い事だけでしか解決できない、そういう悩みを持った人間たちもいる。争いだけでどうにか解決しようと持っていこうとする人がいる。そんな人たちがいる中で、マナカちゃんみたいなすごく頑張り屋な人が最低っていうのは、世界は不条理である。それでも、ハリーとは一緒にいてくれるから。多分、俺もモナカと同じだからだと思う。同じ？うん。モナカがあの時のことが悔しくて、リベンジしたいって思ってるのなら、俺もそう思うから。でも、私の場合は、ハリーとはちょっと違うんじゃないかな。かもしれないね。俺にはモナカほどの思い入れがなかったわけだし。俺の場合はどっちかといえば、あの時がどうこうじゃなくて、今のモナカに笑顔でいてほしいって気持ちが一番なんだよ。わあ、ハルヒト君、これ遠回しになんか気があるみたいなことで思うけどさ、ちょっとさ、勘違いしやすい女の子に言ったらさ、いきなりえらいことになると思うからさ、それはハルヒト君、
マラカちゃんに言うはいいと思う。マラカちゃんはそんなにさ軽いタイプじゃないと思うけん。俺は元気いっぱいのマラカを見ていたいから。マラカの顔が突然パッと赤くなる。あれ？マラカちゃん意外と気があるのか。え？え？あれ？ああ、いや。ちょっとときめいとるやないか、お前。ちょっといい雰囲気になりそうだったやないか、お前。ちょっと危ない。こんなん視聴者さんに見せとったら爆発しそうだよ、本当に。爆破しそうだよね。変な意味はないよ。だから今度こそ村君が笑って学園祭を終えられるようにしたいってこと。ふふ。ハリヒトのセリフめっちゃイケボで読んで。いや、これが俺の最大限のイケボやけんな。これ以上イケボで呼ぶんって難しいぞ。ちょっと頑張ってみますけど。マラカは頬を諦めたまま小さく含み笑う。じゃあなおさら頑張んないとだ。私ハリヒトに笑顔を見せられるようにね。今は十分今も笑顔やぞ。それを見るだけで俺はさご飯3杯いけるから。ああそうそう、もうちょっとだけ付き合ってよね。よし、俺たちはお互いに気合を入れ直し練習を再開した。ここなしか少しだけ村家の表情にいつもの笑顔を戻ったような気がするよな。今の笑顔を見るために俺はこのゲームをやっています。村家の声を見て、いや村家の顔を見て安心していると。ん？誰かが体育館の扉を開けた。もう俺たちしか残っていないこの部屋に場所にやってきたのは、ああ、セリカ、セリカちゃん。え、何その、あら偶然ね、二人ともみたいな感じの装ったような表情やめろ。絶対二人が折れて分かっとってきたでしょあんた。あ、どうしたのセリカだけよ。セリカは俺たちとは視線を合わせようとはせず、ボソッとつぶやいた。え、なに？ちょこっとだけよ、みたいな感じ。え、な、志村けんか？志村けんなのか？え、なに？はぁ、あ。佐向くんと拓馬が行ってこいってしつこいから来ただけよ。常と拓馬が。拓馬の名前が出てきたことに少し驚いたか。え、ちょっと待って。これさ、ハリヒトくんの心の声だろ。なんでマラカちゃんが喋っとうみたいな感じになったのや。マラカちゃんがハリヒトくんの心を呼んだみたいになってるぞ。おいおいおい。これ、ハリヒトくんの心の声だろ、これ。タカマの名前ができたことに少し驚いたが、常の玉砕っぷりを思い出すとそれも納得だった。それじゃあ。マラカイケボ。モナカちゃんがいきなりイケボになるというね。訴えはせんよ、訴えは。勘違いしないでよ。練習には付き合うけど、今のモナカを認めたわけじゃない。ただ、みんなに迷惑かけるのが嫌なだけよ。おお、これがツンデレってやつですね。何気にセリカちゃんってさ、ツンデレっぽい見た目しながらさ、あんまりツンデレじゃなかったりするけんさ、この意外と、貴重なツンデレシーン。このアングルのセリカ様好き。いいっすね。よっしゃ、これサムネにするぞ。もうこれサムネにするわ、俺、今回。もうこれ以降、いいような画像がなかったらさ、これサムネにするわ。セリカ！ほら、やるならさっさとやるわよ。本番までもう時間もないんだから。言いながらセリカがカバンを置く。うん、それでもありがとう。常とタクマ、セリカを説得してくれたんだ。後でちゃんとお礼を言っておかないといけないな。タクマはがめついから肉まん20個とかおごれとか言ってきそうだけどな。白井くんもボサッとしてないで早く立ち位置について。あ、うん、やったぜ。
3人での稽古が始まり1時間が経過した。体育館の中にいるとわからないけれど、もう外はすっかり日が落ちているでころごだろう。マナカ、そこはもっと溜めてからの方がいいんじゃない？あ、ごめん。マナカはセリカがいることに気負いしているのか、どこか萎縮しているように見える。あー、ちょっとまだそうだ、仲直りしきれてない感じがあるんやな。セリカも宣言通り仲直りしたいわけではなさそうだった。それじゃあ今のところもう一度ね。すると、お、え？え？意外な二人が出てきた。意外な二人のタグが出てきたわ、俺。え、この二人がさ、一緒に出てくるとこを誰が予想した？あ、いた、いた。お邪魔します。また扉が開いてかと思ったら、今度は、ユナ先生と雫？こんな時間に何かあったんですか？え、もしかして、ユナ先生、僕に何かプレゼントがあるんですか？え、手料理？それは嬉しいな。しずくちゃんから聞いてね。まだ二人ともいるかなって思って来てみたんだけど。うふ、どうやら三人だったみたいで。わあ、ちょっとお前、嬉しそうな笑顔を見せるんじゃないわ。あら、二人きりかと思ったら三ピートは、ハルヒト君やるわね、みたいな感じの妄想してたな、お前、今。まあ、ユナ先生だから許す。ユナ先生がどこか嬉しそうに微笑む。やばい、ユナ先生の頭の中じゃこの3人の 3P がちょっと思い浮かべられているのだろうか。ユナ先生やりまんくさいとか言うんじゃないわ。確かに人妻っぽいオーラを出とるけどさ、ユナ先生。2人の手元に目をやるといくつかの包みを持っていた。お、何か差し入れ、差し入れ。ユナ先生がいるってことは手作りだろう、それは確定済み。もしかして差し入れ？おっと、モナカちゃんも同じ反応だ。気が合うね。モナカの表情がパッと明るくなる。間に合ってよかったわね、しずくちゃん。はい、たくさん作った甲斐がありました。ありがとう。なんかわざわざすみません。あ、セリカちゃん差し入れだってよ。まあ、ちょっとここ休憩しようぜ。ちょっと頑張りは分かるけど休憩しようぜ。セリカ。そうね、せっかくのご好意だしご馳走になりましょうか。そう来なくっちゃ。やったー。ユナ先生はご丁寧に小さなレジャーシートを持ってきていた。お、そこに差し入れ料理を並べ、5人で囲むように座って食べる。やばい、ちょっと、ハルヒト君ずるいぞ。なんでこの美人だったりさ、可愛い子だったりでも、合わせて4人と一緒にさ、こう、囲むように、食事をしてるのかね、君は。羨ましいってありゃしないよ。お、これはなかなか。念のために一通りの料理を目を通したが、どうやらクラゲらしきものはないようだった。こんなこと、とても口には出せないけれど、安心して橋を進めることができる。そうなんじゃ。おいしい。あ、セリカちゃんはちょっと甘いわね、しずくちゃんみたいな感じのことを考えてるのか。ハルさん、こっちはどうですか。どれどれ。うまい、うまさ抜群。テンションめっちゃ高い。ハルの君めっちゃテンション高いな。私が監修したんだもの、美味しくなくちゃ困るわよ。なるほど、さすが家庭科教師。そういえばユナ先生の料理の腕って実際見たことはなかったっけ。もしかして今日のしずくの料理がまともなのって先生のおかげなんだろうか。だとしたらユナ先生ってすごいな。まあ、しずくちゃんも元からそれなりのうまさはあったんだけどさ、その力をさ、2倍3倍で膨れ上がらせたのは、何を隠そうユナ先生でやろう。いやー、本当美味しいです。恥が止まらないです。マグマグ。少し大げさに反応しつつ、マラカとセリカの方へと目をやる。ま
おいおい、セリカちゃん、めっちゃ美味しいもの食べてるんだぜ。もう少し笑顔になってもいいじゃん。あ、これ好きなやつだ。マラクが香り立つシシトウに箸を伸ばすが、お、あ、マラカと同時にセリカもシシトウへ箸を伸ばしていた。おいおいおい、喧嘩中の二人とは思えんレベルでさ息が合ってますな。お二人さん、二人の箸は一つのシシトウを挟み、そして同時にパッと退く。いやお前らさ、こんだけシシトウ並んどんやけんさ、なんでさ一つ一本のシシトウにパッと同時に箸つかみに行くかねお前ら意外と仲いいじゃねえの。ごめん。どうぞ。うーん、気まずいな。ふふ。そんな二人の姿を見て、ユナ潜水艦突然含み笑いを礼した。するとその時、うーす、やってるか。あれ、あらあらあら、学校に部外者が紛れ込みましたぞ青春に励む少年少女たちに心を特別差し入れ弁当を持ってきてやったぞ。元気ですか。え、テツさん、別名ブリーチの黒崎一護が大きくなった番。わが言うな。てっちゃん久しぶりね。てっちゃんだと。なお前がここに。あら、私はここの教員なんだから当然じゃない。あ、そっか、そりゃそうか。テツさんこそどうしたの。なんなの、冷やかしは帰って。いや、たまにな、ここには弁当頼まれるんだよ。忙しい時期に先生方の晩飯に行ってな。はっはっは。たくまやつからお前らが毎日遅くまで残っているって聞いたから、ちょっと顔出そうと思ってわけだ。思ってたってわけだ。てつさん、俺ら一対四で女の子4人一緒に囲んで弁当を食べてる時にさ、ハーレムを味わってる時にさ、わざわざ男来るのやめてください。なるほど。しかし、ユナまで残ってたとは。そうね、学校で会うのは本当久しぶりよね。二人は知り合いなんですか。まあまあ、まずは弁当を広げてからだ。いや、差し入れの息がさ、いきなり晩飯のレベルになってしまったんやけどさ、休憩しすぎてぞ、お前だ。どうやら先を越されたみたいだが、いつの弁当だって負けねえぞ。ダメだね、ユナ先生の差し入れには勝てないわ、お前は。ありがとう、テツさん。食べ比べ勝負です。何張り合ってるんだ、お前は。ほら、テッちゃん、あんしてあげるわ。おっと、ユナ先生が積極的にテッちゃんに。バカ言ってんじゃねえよ。なんだろう、この不思議な光景は。あら、嫌だった。やばい、人妻が違う男に手出しようような感じの見た目になってしまうよけど、大丈夫かなこれ。そもそもユナ先生は結婚しているんだろうか。多分していない。ユナ先生はわざとらしく悲しそうな顔を作る。あ、この人意外と演劇とか得意なタイプじゃないだろうかわざとらしく悲しそうな顔を作るって、本当に悲しそうな顔しておけんさ。これわざとらしくだとしたらさ、結構演技力が高いでろう。もうセリカちゃんだけじゃなくて、ユナ先生にもちょっと演技指導してもらいたいと思います。そうじゃなくて、いや、そうだよ。テツさん、完全に遊ばれているみたいだ。ダメだ、テツさんの嫁にはしたくないの、ユナ先生はテツさんの嫁にはもったいないぜ。てか、テツさん結婚しとるわ、よう考えたら結婚しとるって何かのパートで言いよったわねえ、やっぱりテツさんとユナちゃんって違う。なんでって違うぞ。何を否定してんだ
これモナカちゃんがこの後さヤンキー仲間だったのみたいな感じで、ヤンキーの仲間だったのみたいな感じで言ったらさ、引くぞ。俺には愛する妻とチビたちがいるんだ。え、違うの？ほ、いやー、モナカが言いたいのは2人はやっぱり友達だったんだってことでしょ。あ、うん。てっちゃーん。自意識過剰もいいとこだぞ、この野郎。あ、なんだよ、そういうことか。ユナ先生の方を見ると笑いをクスクスと押し殺している。へえ、てっちゃん、あなたそこまで自分のことを過大評価してたのみたいな感じの笑いです。セリカちゃん、その顔でさ笑われたらちょっとね、さ、哀れみどうみたいな感じ、哀れんどうみたいな感じになったわけでさ、ちょっとやめてくれん、その顔。ちょっと笑おうやないか。あ、地味にセリカも笑ってるし。で二人ってどういう関係なの？あ、モナカちゃんはさ、どうにかこの二人をさ恋人みたいな感じにくっつきようとしてるのかね、君は。ただの同級生だよ。あら、冷たい言い方をするのね、てっちゃん。バカバカ、本当にその通りじゃねえか。誤解を招くような言い方をするんじゃないよ。でもただの同級生には見えないわね、セリカちゃん。突っ込んでいくね。あんまり興味なかったような顔しとったくせに突っ込んでいくね、いきなり。ですね、ただのならぬ関係性を感じます。確かになんか仲良さそうな感じはするな。お前らまで勘弁してくれよ。そういえば、お二人が同級生ってことは、あ、おーい、そろそろ切り上げろよ。優しい先生が差し入れ持ってきてやったから、これでも食って。もはや驚きの言葉すら出なかった。双子先生、あれ、なんか多いな。うん、ひらひらと手を振るユナ先生を見て、一瞬固まったかと思うと、同じく固まっているテツさんと目が合った。おいおい、なんでお前がこんなところにいる。あ、卒業生が後輩で差し入れしてるあかんてるか、こら。違います、部外者が学校に入るのがいけないのです。え、顔を合わせるや否や、突然険悪な雰囲気が漂い始める。か、田本先生の今ちょっとキリッとした顔は初めて見るぜ。ダメだ、お前に許可されているのは職員室で弁当を届けることだけだ。んだと、先行様ってのは随分偉いんだな。弁当屋よりは偉いと思うぜ、公務員だもの。一体何なの。ちょっと二人とも、わけが分からず俺たちはただ二人を交互に見つめている。さっさと帰りやがれ。うまいこと早く仕事に戻りやがれ。どういうこと。何か過去に殴り合いの喧嘩してるな、この二人。やばい、その姿を見てユナ先生が楽しそうに声を上げて笑い出した。ユナちゃん、笑ってる場合じゃないんじゃ。ほんと、あんたらは変わんなくて安心するわ。二人ともいつまでたってもガキのままなんだから。ガキ。ユナ先生から出たその言葉に誰もが違和感を覚える。ユナ先生っぽくない言葉を使い始める。双子側、ユナ先生の名字知らん、読み方知らんから。生徒の前ですよ。別にいいじゃない、交際隠すこともないでしょ。生徒の前では先生らしくだけか。そうだ、そういや1年前にそんなこと言ってたっけな。だんだん慣れてきたんだけどね。はあ。
やばい、この二人の男の倹約ムードの裏側にはユナ先生という悪女がいたような気がする。完全に置いていかれている俺たちをよそ見、話は進んでいく。まあそういうわけだ。俺とユナ、それとついでにこいつも幼馴染ってやつでな。俺はついでかよ腐れ縁の方が正しいんじゃない、萌えちゃん。萌えちゃんえ、どうなって萌えちゃんなのこれあ、二文字先生の下の名前って何だったっけ、覚えてないわ。その呼び方はやめろってずっと言ってるだろ。さすがにそれは懐かしすぎるぜ。うるせえ、耳もげろうふふ、今のあなたたちを見ていると昔のことを思い出すな。ユア先生は懐かしむように俺たちのことを見つめる。え、昔のことを思い出すってユア先生何歳なんすか。え、結構年いってるんすか。若いですね、見た目は若いですね。え、少し思い出話をしましょうか。ユナ先生は一度足を崩して座り直し、それからゆっくりと話し始めた。私たちが高3の時の話よ。昔からこの二人は仲が悪くてね、学園内でも県営の中で有名だったのよ。そうかもしれん、タイプが全然違うもんなこれ。片や見た目はちょっとやんちゃしてそうなのに結構心優しいつうか面倒見がいい鉄さんに、かたや真面目そうやけど結構だるんとしたような不真面目っぽいような雰囲気が出とる二星先生やもんな。俺たちは二星先生と鉄さんを見比べる。ユナ先生の話に同時うんうんと頷く今の二人にちょっと可愛らしくなった。でね、演劇ではないんだけど私たちは学園祭で上映する映画を作ってたの。あ、すごいな、映画作りよったん。映画？ええ、それで私はその映画のヒロイン役をやってたんだけど、主人公役を決めるとき候補者が多くて難航したのよ。えはは、それ絶対ユナ先生とさくっつきたいって思ってるタイプの人間が多かったってことだろうな。ユナ先生モテるんだな。おお、さすがユナちゃん、その頃から人気だったんだ。これだから男はみたいな感じの顔するんじゃない、セリカちゃん。そういうもんだよ男は。さあどうかしらね。肯定するまでするでも否定するでもなく、ユナ先生は苦笑いをしてはぐらかしたモテとったんだろうな、だって今でもこんなに美人だもの。あ、おかしくなったって読むんじゃ、かわいらしくなったって読んじゃったよ。主人公役にてっちゃんとともえくんも名乗りを上げたんだけど、二人とも他の候補者のことを完全無視で二人だけで言い争い始めちゃってね。俺たちが手を挙げたら周りが勝手に消えていったんだえ、それ二文字先生、消えていったんじゃなくて消していったんじゃないですか。だよな、俺たちは悪くねえ。どういうことでしょうか。そうね、天霧君が候補者争いをしてるのを想像してみて。あんなにヤバかったのか昔の鉄さんと二星先生そんなにヤバかったのか。え、拓馬も相当やぞ俺なら立候補を取り下げるかもしれない。やめといた方がいいわ、命がいくつかあっても足らんからな。全員が一瞬頭を上に上げ納得した顔で戻ってきた納得したんや。なるほどね、どういで玉川先生だったっけは竹馬の扱いがうまいわけだわ竹馬と同類のやつを二人も相手にしとったわけやなふふ。そしたらてっちゃんが主人公役をかけてともえくんに決闘を申し出て。決闘っていつの時代やねん幕末じゃないやけんさ。ともえくんも邪道だって二
二人で教室を飛び出して行っちゃったのよ。あれ、あん時はこいつから喧嘩を打ってきたんじゃなかったか。バカは言え、俺が自分から吹っかけるわけないだろう。意外とそう思う意外と吹っかける時は吹っかけそうなタイプだと思っております。毎回お前が騒動を起こしてからスタートだっただろうが。え、お前がいちいち細けいことで何癖つけてきたんだよ。毎日毎日アホみたいに高速破るからだろう。え、どんな、え、待ってフライハイト学園ってそんなに高速ないだろう。自由すぎて高速だ。んなもんお前ら風紀のやつらが勝手に作ったルールじゃねえか。もともこの学校には高速なんてねえよ。いや、今もそんなにないような気がするけど。またも二人の相手に火花が散り始めるが、ユナ先生は構わずに話し続ける。やばい、ユナ先生地雷原歩いても平気な顔しているようなタイプの人間だ。まあ喧嘩ばかりしてたのはいつものことだから、他の生徒たちもそこまで心配していなかったんだけど。いや、心配しろよ止めてあげろよその日は放課後になっても二人は戻ってこなかったわ。え、なんなん警察の事情聴取でも受けおったんだろうか。さすがに心配になって探したら、校舎裏でボロ雑巾になった二人が倒れていたの。え、いつもならすぐ戻ってくるのに、あの時はどうしてそんなに必死だったのかしらね。いや、それさ、ユナ先生のおる件じゃないんかなユナ先生とちょっとカップリングしたかった件じゃないかな。映画の中でユナ先生の取り合いしよったんだろうな。ユナ先生が二人の方を見てクスクスと笑う。いや、それ二人の方を見てクスクスと笑うって絶対自覚してるよね。私がいるからよねみたいな感じで自覚してるよねそうな。まあそういうわけで結局二人とも病院に運ばれてしばらく入院することになったのよ。全治3ヶ月よ。バカでしょ。バカだね二人が目の前でいることを承知で言うよ。バカだねハリト君がマスオさんになってしまったじゃないか。あまりにもバカらしさにさ、ハリト君がマスオさんになってしまったじゃないか。全治3ヶ月ってただの骨折なんてレベルじゃない。どれだけ激しい戦いをしていたんだこの二人は。若気の痛いだ。マジで体が動かなくなったのはあれが最初で最後だったな。いや、笑って言えることじゃないとは思うんだけど。あれ、3ヶ月って映画は確かに主人公誰がやったん。当然参加なんて無理よ。そんなの友だ俺じゃん。主人公役は別の人に決まっちゃったし、撮影も終盤に無理やりシーンを追加してもらって、しかもその時まで喧嘩するもんだから、結局二人は1カットしか残像に映像に残ってないわエキストラやないか。そんなん喧嘩しおるエキストラやないか。何の意味があったんだろう。その時田淵先生のテスさんの表情がピクッと揺れた。迫真の演技だったな、白身の鉄心。かっこよかったな、パッチンともえ。パッチンともえやったなちょっと笑えるニックネームつけるんじゃないわ。思い出してんじゃねえよ。あは、懐かしいこの二人がすっごい赤い顔になってる。何それ、気になる気になる。あ、マラカちゃん、人の黒歴史ちょっと興味持ちすぎじゃないの。俺も聞きたいけど。ともえくんは指をパチンって鳴らすシーンで、てっちゃんは白目で倒れて小物臭半端ねえ。おい、てっさんがすかさずゆな先生の言葉を遮る。はあ、ふだぶ先生は目を伏せ大きくため息を吐いた二人ともそれぞれの感じでさ、ちょっとがっかりがっくりいった感じ。ねえジュナちゃん、その時の映像って残ってたりするの。マラカちゃんやめてあげて、そろそろ二人の黒歴史を掘り返すのやめてあげて。すごいなマラカちゃんその笑顔で黒歴史を掘り下げるんだね。
あるわよ、今度貸してあげよっか。見たい見たい。ダメだな。言うなよ、それ自分の演技も見られちまうんだぞ。うん、そう、そうね。ユナ先生は別にいいだろうが。ユナ先生はちゃんとヒロインになれとだろうが。なんで。え、私の演技見られたくないわみたいな、すごい、それだけは嫌みたいな感じになってるけどさ、ユナ先生は別にいいだろう。黒歴史じゃないんやけんさ。ユナ先生も何か恥ずかしいことがあるんですか。あ、私は別に。ユナの演技が大根だっただけだぞ。うるさいわね、自分の気持ちに正直だっただけよ。何これ。何今の格好や反論。自分の気持ちに正直だっただけよって、俺も使おうかな、その反論。お、すまんユナ先生が慌ててるところは初めて見たかもしれない。ぶっ、怒られちまったな、パッチンメガネ。キュッ。なんだその顔は、この白目野郎。白目って言うんじゃねえよ、傷つくだろうが。これいつに終わるんですか、このやりとり。いつに終わるんですか、そうそう、終わっていいですか。ちょっと長く撮りすぎたんやけん、ちょっと終わっていいですか。中途半端ですけど。もうなんだかんだでさ、まあ双子先生とさ、鉄心さんか、鉄さん、何か関係があるんだろうなと思ったらさ、こんな感じの関係だったんやなっていう、そんな状態で終わりました。昔話を終了しましょうか。よっしゃ、というわけで今回はこの辺でお相手をさせていただきます。だいぶ長いこと撮ってしまったな、ちょっと喉が痛いわ、ちょっと。よっしゃ、じゃあ次回多分なんだろう、セリカちゃんがここでさ、ユナ先生のことを読んだけど、この後なんかあるんかな。まあいいや、とりあえず今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。この3人も激動の青春時代を送ってきとったやな。テスさんが白目の鉄心で、双星先生がパッチン友枝だったら、ユナ先生はフェロモンユナリン。言いにくっ。